その理論でさ自分に合う合わない？うん。どっちも試さないとわかんないじゃん。わかんない。やっぱりどっちもやる。どっちもやるね。やる。分かっててもやる。分かっててもやる。いい悪いどっちが自分に合ってて、うん、どっちが自分に合ってないって分かってても、うん、絶対両方やる。<laughs> やるんだ。や<る>平井博明の。バンダップゴルフ。やっぱちゃんとあこっちダメだったなっていうのがわかんないと、そ<う>確信持てないから。そう。 もうほんとダメをね100%ダメにしたいああそうだよねそう心残りを作りたくないのよそうだよねそっかそっかそっかこれがあれだアジフライにソースかタレか塩か塩が好きなんだけどやっぱりソースつけてやっぱソースだけの味になっちゃうからやっぱ塩だなって毎回確認するのと一緒だ全く一緒全く一緒全く一緒もう分かってんの自分で絶対ダメだってうん でこれがうまいって分かってんだけどやるのであやっぱこれが正しかったんだそうそうしたらその潮がね余計うまく感じるときあるからやっぱこれだよってそれスイングでもそう一緒なんだそれは何で自分に合ってるかどうかと分かるやっぱ打感よね打感っていうかダメな動きってもう打った瞬間に出玉がくるから出玉がくるっていうのは飛んでく方向が違うそう方向が違う 当たったたっっっっ瞬間にあそっちにあそちち出ゃったってなる自分の正解の理論自分に正解だったとする理論だったらそいい自分の思い描いた出玉が出るからねそうだけど合ってない理論って例えば出玉が左右にもちろんずれたり高低差もそうあとは自分の思い描いてるスピードで出ないもうそんなのは打った当たった瞬間に分かるからどういうことでボールがこうパンってヒットするでしょしたら初速なんて見えるわけないじゃん だけどもう当たった瞬間にフェースのぐらつきで、うん、球がどこに出たどういうスピードでどっち方向に出たって分かるから分かるの全然分かる全然分かるよ打った瞬間に徹君がボールキャッチしてもうどこだって言っても分かるから <laughs> うそうん、見なくていいんだこれはね多分ね QT ファイナルぐらい行く選手だったら分かるんじゃない全員チャレンジのうん 動画見たことあティーショットをドライバーでさ打った後にさボール見ないですぐそりゃねここに当たってるからねあのぐらつきがないから芯食ってるとそうただボールに当たった感触はもちろんあるんだけど当たってそのままぐらつかないで押せてたらもうフィニッシュ取って振り戻したと同時にティー拾うからどこ飛んでるか分かるからねうん で,そうでこうやって見てる人いるじゃない、うん、あれって曲がってるっていう認識があるのよ<う>なんならダウンスイングでええそこで気づくのそうダウンスイングのここで、うん、あやばいって思うわけよだからボールが飛んでく方向がわかるからそっちを見てるわけよ<う>でなんでそっち飛んでんの分かっててずっと見るかって言ったらボールが弾んでどこになくなっちゃうかなくなったらロストボールになっちゃうから。 どこに行くかを見てるのずっと。あ、くさないようにね。そう、そう、それだけだね。だからシンクってグラつかなかったら、もう見る必要がない。もう真ん中に行ってるから。<ー>そう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 えじゃあ一点五六の時は真ん中で取ってるの？真ん中のもう真ん中だよね。もうど真ん中。えじゃあそれはもう瞬間にあもうこれめっちゃ見取りリついって分かんないうん。もうだから一点五以上は絶対出てるっていうのはもう分かる。フィニッシュ取った時点で。うん。 切り返しの時点そうこの時点でタイミングばっちりだと思うからあもうそこで分かるんだここで分かるこのクラブの自分にかかる圧で分かるから<ー>だからタイミングって大事なのそこで分かるのそうそれも全部タイミングだからこ,ここであやばいとかあ超いいって分かるから <laughs> すごいね切り返しであれなんだ どんんぐらいミートするかかるるるるかかかかかかわわわわわ全然かるだからここでちょっとパッてこうやって肘がほんのちょっと内側入ったり、うん、ちょっと左腕でこうやって胸を潰した時点でヒール確定と思うから。<laughs> だけどヒール食ったら曲がんない可能性が高いんだよね、うん、平井の場合は。うん、だからまあしょうがないからそのままヒールで振り抜くしかないのよ。 こうなりすぎた時に遠側に当たると思った時に手を離す、うん、マンチーを防ぐためにね当たった瞬間に「あマンチー」って言って、うん、あのなかなか手を離せないのよそ,そのまま押したいから、うんうん、で押したらもう左の木に刺さるからだからこの時点で分かるからね離すんだそうこうやった時にで左に行きすないようにするんだそうでこうやって抜くしかない、うん、そうだからこう肘抜いたらスライスする そうだ当たった時にもう本当にボールが消えてどこ行ったでしょうかのクイズは多分100問問ったら100問正解するから <laughs> そうなんです<う>じゃ練習場ではボール見なくていいんだ全然いいだからその感覚が出,た出てきたらボールなんて飛ばなくて要は鳥囲いでいいのよその打感をずっと自分の感覚としてキープできる練習だったら何でもいいボールなんか飛んでいかなくてもいいただボールのイメージ飛んでいくイメージを出したい時なんかにはもちろん、うん 広い練習場に行くけどもその感覚的持続したい場合は全然そんなインドアでいいほとんどの人がわかるんじゃないプロが本当にこのグラつきだよねどっちにグラついたかこうなのか、こうなのか、こうなのか、こうなのかだからその感覚が例えば当たった時にギア効果するとこうやってなる感覚が飛ぶんだけどこうなる感覚が嫌な人 っってていうのは重心を前に持ってくるから要は尻もちつかないようになるヘッドを使うのただそうなった時に同じデータが出るかって言ったらまた別の話ねこれを我慢しなきゃいい結果が出ない人もいるからその好き嫌いそれはそ違うのそうただの好みだからだから俺は ZX7 使ってるじゃん、うん、7ってウェイトが2つ後ろ側についてるだ,、うん、だから多少グランってなるのようん、うん、だけどそれがフェイス乗りなのね<ー>乗せるからこうやって。 その瞬間に戻るんだそうだからそのガンってくるんだけどこうやってちょっとなるのは分かるわけよ、うん、でもそれがいい球がずっと出てるから、うん、心地よくなってくんだよねあ,<ー>あこの感覚だったらいいって分かるから、うん、だからその感覚を求めるようになるだからそのままこうやっていったら重心が前だから要はトリプルダイヤとか、うん、ZX5LS とかロースピンね、うん、そういう場合はウエイトが前に来てるから、うん、このままガンと押すわけよ、うん、こう。 ロールしななないいわけよこうやってギア交換なんないだから結局そのまま前に硬い高になるわけよ押すからね、うんうん、グワンってなると多少こうシャフトがグワンってしなるから<ー>そう感覚的にだけど、うん、柔らかく感じる人もいるえじゃあクラブ変わったら、うん、それが違っちゃうか全然変わる全然変わる もう全然変わるから ZX5 でも2種類あってノーマルの ZX5 は後ろに1個しかウェイトがないのよしかも真ん中の後ろねだから一番こうなるわけよで ZX5LS ロースピンってやつは一番前にウェイトが1個あるのだから後ろが下がんないようになってる前に前にだからこうなりたいんだよねうんだからロースピンなんだけどウェイトの位置だけで全然変わるだからその鉛の貼る位置なんかでも元々あるヘッドからしたら その性能が変わっちゃう可能性っていうのがある。あ<ー>うん。だから、それをわざとやる人もいるし。あ、じゃ、そこに貼れば。うん。グランが出るかもしれない。そうなの。そうなの。それを狙って、後ろ側にその鉛を貼る方もいるし。だそれがやっぱり一番。ロフトもちゃんとインパクト当たった時につけてくれたりとか。うん、こう打ち出し角ロースピンにしてくれる機能っていうのが、うん、やっぱり一番多く入ってるのはゼクシオよね。うん、本当。 本当にすげえクラブだと思うよ、俺。<laughs> ゼクシオっっって。ててに何十年連続ってクラブオブザイヤー取ってないよ、ね、だから最近そういうねクラブなんかも増えてきたんだけどやっぱりいかんせんディープフェイスだから、うん、なかなかボールを芯の位置が高いからね、はい、ボールを上げられるパワーを持ってる方がやっぱ少ないよね、うん、だからその分球は滑りやすいし、はいうん、だからまあもちろん飛ぶんだけど。 それが捕まえられるようになればそれなりのヘッドスピードが必要とされるから勝手に飛ぶんだけどねいいそうそのヘッド単体とかで飛ぶわけではない、うんうん、使いこなした時に初めて距離が出るっていうだけだからそうだから当たった時だか,だからだからてそうだから中にジェルを入れたり何も入れなかったり発泡剤入れたりすっごいこだわるわけよ感触だからねだから鉄の種類とかねアイアンだとね それで打感が変わるからだからそれこそ水野なんかは打感にすごいこだわっててメッキの下に銅板を入れるわけよ。打感をこう柔らかくしたり硬くしたりとかいろいろそういうのとか軟鉄炭造だったらこう叩いてる回数で打感を決めたりとかそういうので選手は選ぶだかそれがねやっぱまあこだわり ゃこだわりだしその気持ちいい感覚ナイスショットはナイスショットであるんだけどもプラス自分の感覚が気持ちよくなればなおのこといい手応えになるじゃないだそれを求めてプロはクラブをいっぱい作ったりとかバランスを変えたりとかするっていうことだね、うん、結局クラブの話になっちゃったねうんでもね打った瞬間わかる <laughs> そうだ,、ね、そうだからとりあえず正反対の理論があったら、うん やってみた方がいい自分で白黒はっきり分かっててもやった方がいいなんでダメなのかしたら絶対反対の答えも勝手に出るからそれを応用してじゃあそれにその付近に近い理論のもう一個の理論に対しても白黒つけやすくなるしマッチングを考えるようになるからそうだから必ず答えっていうかんでダメか分かるのが大事なのね。 ってことは自分のスイング分かんないとやっぱりいい悪いが分かんないからだから同じことをプロはやり続けるだから一つのスイングをもう徹底してやって合う合わないをう,合うよ,よりはっきりしてるそういうことをやってるね意地悪な質問になっちゃうんだけどお、うん、前さ、うん、あのミスの原因は考えなくていいみたいなことううん、うん、うん、言,う言った言った言ったそ,それは別の話なんです局 なんで今ねこの理論に対していいか悪いかはっきりつけてくださいって言って、うん、で今徹君からの質問でミスはなんで追求しなくていいのってミスってねやろうとしてないから出ちゃっただけそう出ちゃっただけ出ちゃったものを気にしてたら無限に出るからねでも出ちゃった理由は知ってた方がいいってことああまあまあそうだねどうなったかってその現象は気にしなくてもいいかもしれないけどうん、うんうん なんでそうなったかとか分分かったたかかと方がいいんだよね,多分ねそ,でそれ難しくて経験上で言っていい、うんで出たかを知った方がいい時ってたまたまそのミスをカメラで撮った時結局、うん、証拠がないものを求められないわけよああそっか正しいかとかも分かんないわかんないかんないからで今例えばじゃあ俺ミスショット打って、うん、平井は寝たと思ったでも実際寝てなくて違うミスだったとした時に、うん、そうごっちゃになるから。 そうだね、うん、それか誰かに見てもらってる時そうだねそうじゃないと求めちゃダメそうだね、うん、あのほんに,に泥沼うかかそうなのそうなのハマっちゃうからねそうだ,、ね、そうだたまたま撮ってるか誰かに見てもらってるかじゃないとちょっと難しいかもしれないねはっきり分かってんだったら全然いいよ、うんうん、だからその出る原因をちゃんと出ないようにすればいいんだけど、うんうんうん、でもそれプロは分かんのはうん やっっっぱちゃんと分かかてるからはっきりそそううで、えっとね、意外とやっぱりその球数を相当打ってるとパターン化されるからね、うん、自分の出る動きってこういう例えばロケーションとか、うん、こういう場面にこういうミスの動きが出るって分かるからそれがやっぱ分かったら追求していいけど分からないとやっぱり考えた分答え出ちゃうから。そそうだね、うん、プロででもあれかそれか 泥沼にはまっていやもちろんあるあるそうなのいろんなこと考えちゃうからねだから本当によりこうそれよりもそれを探している時にナイスショットの方向に向かってた方がいいこうやったらナイスショットが出るっていう方に、うん、最初の動画の最初の方は自慢話みたいになっちゃったんですけど。<laughs> 打った瞬間のヘッドの動きでどこ行ったか分かるぐらいボールをやっぱり打たないと自分の感覚として次のショット次のショットにつなげられないってことはもう間違いないわけあれなんで今この球出たんだろうってやっぱなっちゃうからね分かんないとだからより多くの球数をちょっと打っていただいて自分の感覚と結果を一致させる練習なんかもまあ面白いかもしれないですねだから 一人でもいいんで、こうゲーム感覚で、打った、軽くでもいいんで、打って、自分でどっち行ったって答えてからボールを見るっていうのも、まあちょっと面白いですよね。感覚調べみたいな。いろいろ工夫をして飽きない練習、楽しい練習を今後も続けていっていただけたらと思います。では動画の方以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。 この度ワンンンンップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをです、ね、コンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします。